皆様こんにちは、ハンパスアートのいろはです。今日はハンパスアートで真珠貝を描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られています。こちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙に貝と、こちらは真珠となる丸と、少し小さめの丸、それから光の下書きをしています。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。でカッターで切り抜くことができました。下側の部分は後ほど切り抜いて使っていきます。それでは早速描いていきたいと思います。あらかじめ白いパレット用の紙の上に必要な色を茶こしで削って準備しています。白色やクリーム色、黄色やピンク色、黄緑色や青色、水色などがあって描いていきたいと思います。背景を塗っていきます。コットンを四つ折りにしてパレットから色を取って塗っていきます。型を合わせて動かないようにテープで固定します。内側の色を消しゴムで消していきます。その時に線を描くようにして消していきます。真ん中部分に丸の真珠となる型を合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。ところどころ色を塗っていきます。で最後に消しゴムでツヤを描いていきます。真珠の底の部分、色を少し足していきます。薄いクリーム色に水色を少し足して塗っています。続いて内側の型を合わせてテープで固定した状態で下側を切り抜いて色を入れていきます。型を外すとこのような状態です。続いて背景に光を入れていきます。で丸と光の型を好きなところに合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。好きなところに数を増やしていきます。白ペンで小さな光を入れていきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これで真珠貝の完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。